新潟市立中央図書館は、新潟県新潟市中央区赤市二丁目一の十に、ある公共図書館である。愛称は、本ポートであり、本の港という意味を持っている。新潟市立のったり図書館を引き継ぎ、2007年10月1日に開館した、新潟市立図書館の中央館である。図書館の敷地内にある、長峰小学校は都市1965年に、 竣工した新潟市東地区総合庁舎には、新潟市の中核的な図書館として、新潟市立塗ったり図書館があった。しかし、図書館部分の延べ床面積は936平方メートルと狭いであり、蔵書収容能力は約16万冊と少なかった。図書館のみでは、すべての蔵書を収容しきれず、体育館の倉庫や学校の空き教室にも、 蔵書を置いている状態だった。1991年12月、新潟市の中央図書館建設推進懇談会が中央図書館の早期建設を提言し、1994年3月には中央図書館建設基本計画検討委員会の報告書が提出された。しかし、建設場所の問題などで具体的な計画づくりに入らないまま、宙に浮いた状態が続いていた。 1996年には、新潟市立図書館の充実と発展を願う会から、中央図書館の早期建設などを訴える、市長への要望書が提出された。1996年、新潟市は、新潟市立万代小学校と新潟市立長峰小学校を統合する方針を示し、片方の跡地に統合学校を、もう一方の跡地に図書館を建設するとしたが、 両地域の住民同士が対立し合意を得ることができなかった。しかし、1997年に長峰小学校区の住民が跡地は図書館になってもいいと情報した。そして、2000年2月、モズ小学校と長峰小学校の統合についての地元合意があり、長峰小学校跡地に中央図書館を建設することになった。なお、2001年4月には、 両小学校が統合されて、新潟市立万代町霊小学校が開校している。2007年1月、図書館の愛称が本ポートに決定された。愛称の募集には、全国から1219件の応募があったが、本の港、日本海側発の精霊市にふさわしい図書館という意味が込められており、覚えやすく親しみやすいという理由から本ポートに選ばれた。 2007年3月に新図書館が竣工し、同年5月31日に沼水図書館が閉館、同年10月1日に新潟市立中央図書館が開館した。2009年4月には新潟市立図書館、新潟県立図書館、新潟大学附属図書館が連携し、相互利用制度、新潟地域図書館ネットワーク、めぐるくんを発足させた。2011年4月には、 新潟市全域でブックスタート事業を開始した。2014年5月にはブックスタート事業や学校図書館支援センターなどの取り組みが評価され、中央図書館が子ども読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けた。2017年10月には開館10周年記念式典を挙行した。2019年4月13日には、 新潟県発のウィキペディアタウンである、ウィキペディア新潟ローカルタウンプロジェクトが、新潟市立中央図書館で開催され、参加者は、ウィキペディアの編集を通じて、地域情報の発信を体験した。団体貸出制度新潟市立の22の図書館は、地域の茶の間や、子供食堂、NPO 法人などを対象に1ヶ月に、最大100冊まで借りられる。 団体貸し出し制度を実施している。2015年から堺林図書館でモデル実施されていたが2017年10月より対象を拡大し中央図書館をはじめ22館で受け付けている。2019年度に愛称をブックパックとした。自動水筒書庫一般利用者が入れないバックヤード3階に自動水筒書庫が設置されている。 自動水筒書庫の端末は1階から3階の各階に設置されており、閉鎖書庫である自動水筒書庫からの迅速な本の運搬を可能にし、利用者からリクエストされた本を素早く届けられるようになっている。自動水筒書庫には45万冊の本を格納することができる。新潟地域図書館ネットワークめぐるくん2008年12月から新潟市立図書館。 新潟県立図書館、新潟大学附属図書館館で配本社を運行し、専門社などの私立図書館にない資料でも利用者のリクエストに応えられるようになっている。図書館全館オンライン化2010年度に新しく導入された電算システムにより、2011年から新潟市内の私立図書館は全館オンライン化し、貸し出しカードも共通化した。これにより、 図書館内の検索端末だけでなく、利用者の自宅パソコン、携帯電話などから借りている本の冊数や返却日などの利用状況が確認できるようになった。また、私立図書館が所蔵する本は、どの図書館からも取り捨ることができ、どの図書館でも返却することができるようになった。パスワードの登録をすると、図書館ホームページから資料の予約をすることができるが、 AV 資料については対応している館のみで予約可能となっている。キャラクター、新潟市出身である絵本作家、イラストレーターの黒井健が子供図書館のシンボルキャラクター、ルーポンのデザインを考案した。黒井は2010年本ポート子供と書館名誉館長に就任している。なお、ルーポンの名前の由来はカンガルーのルーと本ポートと本のポンから来ている。 研修室貸し出し3階にある研修室1と研修室2、ビーンズホールは中央図書館の行事等に使われるだけでなく市民団体等に貸し出されている。新潟市公共施設予約システムサイトから予約をすることで中央図書館営業時間内の特定の時間枠を2時間単位で借りることができる。市民の文化、社会活動に広く利用されており、 市民活動の拠点ともなっている。友の会、新潟市立中央図書館友の会は、ボランティア団体として、現在4つの部門で活動している。友の会ニュースを発行しており、2019年3月26日付で119号となっている。2017年9月現在では、約270人が活動している。特別コレクション室地域資料を体系的に収集。 保存、提供するため、郷土資料コーナーの一角に、特別コレクション室が設けられている。合図81、和潮宇宏、吉谷信子、中田水穂、坂口安吾の5人の資料を重点的に展示するほか、特別コレクション展示として、短期間特定のテーマの資料展示が行われている。健康、医療情報コーナー2010年7月に設置された。 健康管理に役立つとされる図書や病気について調べる図書など問い合わせの多いもの、約6500冊が項目別、病名ごとに並べられている。同年10月2日に、新潟生活共同組合起動クリニック所長、砂賀隆を招き、健康、医療情報コーナー新設記念講演会が開催された。ティーンズコーナー中高生向けの本や雑誌を集めたコーナーで、 放課後の自習にも利用可能。漫画コーナー、新潟ゆかりの漫画家を中心に社会的評価が高いとされる作品を収集している。同タイトルで館内閲覧専用と貸し出し可能なものがある。子供図書館子供たちが本の楽しさに出会い、自ら考え学ぶ力を育むことができるように子供にとって魅力ある本が豊富に揃えてある。一般図書コーナーと スペースが分かれていることにより子供たちがのびのびと過ごせる空間になっている。ありがとうございます。